どうも、占い師のゲッターズイダです。アシスタントの奥満です。さあ、本日は新潟県30代前半女性ダンコロさん。はい、何ダンコロって、なんか新潟県のなんか美味しいものとかなんですか、ダンコロ。なんですか、彼とは出会って6年程度です。その間ずっと友達として仲良くしており、大体複数で旅行に行ったり飲みに行ったりしました。はい、2人で出かけたことも 3,4 回あります。その時に2人でホテルに泊まったこともありますが、関係を持つこともなく、ずっと友達関係でした。おお。しかし最近2人とも彼氏彼女とお別れし、フリーになってから私の方が彼を意識するようになり、お付き合いしたいと思うようになりました。彼には友達以上の気持ちがあることは伝えたのですが、彼の方はないそうです。彼と今後付き合うことはありますか？できれば付き合いたいです。どうですか？ダンコロさんは身近な人と恋する推し持ってるんですよ。うん、ただこの彼が身近な人となかなか恋しないんですよ。どうしたらいいんですか？相性はいいので、一旦遠くに行くとかですか？仲良すぎるってことだよね。スケベ心はあるんですが、この彼自体がちょっとぽっちゃりが好きなの。ダンコロさん、ダンコロさん多分ね、痩せてる可能性がある。もう一種ですっと痩せてる可能性があるんで、ちょっと太っても向けて巨乳ぐらいの方が好きなの彼は。多分そもそもタイプじゃないと思うから、外見がね。だとすると難しいんだよね。肌の種類お嬢さん風で丸顔、はい、髪型もちょっと丸い感じにすると、パレだから要ガラッとイメチェンしてみてください。お、そしたら動いてくる可能性あると思います。で豆がすごい弱いので、飲み誘うとかご飯来ようみたいな、なんか気づいたら毎週夜ご飯食べてるねみたいなとか、なんか8時になったら連絡来るなみたいな感じを豆にやってると、なんかなんとなく見て、なんか毎週ご飯食べてるねみたいな感じがだらっとしてたら、突然向こう火がついてくるので、お、すごい、アマルチャク持ってるからな、ここがめんどくさいんだよな。彼がですか？アマルチャク持ってる彼を落とすにはどうしたらいいですか？もともとひねくれてるので、はい、好きじゃない、お前のことは好きじゃないんだ、だけど飯行くぞとかですか？いや、頭おかしいです。なんだろう、あえて逆どうしたらいいですか、アマルチャクを落とすには。今ここで、相性、もともとって相性いいのよ、はい、ただ外見のタイプじゃないっていうところと、友達になりすぎてるっていうところで、興味が多分彼が出てこないと思うのね。なるほど。でもなんかちょっと割愛したところであるんですけど、一緒に遊びたいとかも言われてるみたいですよ。スケベ心に火をつけるしかないので、胸元開いた服着てください。白い T シャツ、白い上着、白の友人の感じの、はい、感じにしてて、で香水、匂いに弱いので、何の匂いだ、その匂いだけちょっと分かんないです。もうその匂いがハマると急に欲望してくるので、そしたら急にバッてくるんで、そした時に躊躇せず一気に飛び込んで抱かれてください。そしたらうまくいくと思います。すごい、頑張ってください。はい、以上ゲットです。お疲れ様でした。